デビット・ジャクソンデビット・ジャクソン、ニックネーム、ジャクソンは、イングランドのプログレッシブ・ロック・サックス奏者、フルート奏者、作曲家である。彼によるバンダーグラフ・ジェネレーターにおける作品と、音楽と障害者における作品で、最もよく知られている。また、ピーター・ガブリエル、キース・ティペット、オザンナ、クリス・ジャッジ・スミス、デビット・クロスらと仕事をしてきた。 ジャクソンは1970年代のほとんどと2005年の再結成ツアーにおいてバンダーグラフジェネレーターのメンバーを務めた。彼の専門はオクターバー、ワウ、パワフルなアンプを使用したエレクトリックサックスであった。彼のサックス奏法はダブルホーンを頻繁に使用し同時に2つのサックスを演奏することを特徴としている。彼のスタイルは ローランドカークからコピーしたものである。彼はフルートとホイッスルも演奏する。NME 誌においてレビュアーのジョナサン・バーネットはデビット・ジャクソンのことをサックスのファンゴッホと呼んでいる。ジャクソンはバンダーグラフ・ジェネレーターでの仕事に加えてロングハロープロジェクトのようにバンダーグラフ・ジェネレーターの他のメンバーとも頻繁に協力し合っている。彼は バンダーグラフジェネレーターの共同創設者であるクリス・ジャッジ・スミスと多くのプロジェクトで協力してきた。1979年のレディングフェスティバルではピーター・ガブリエルと共に演奏した。ジャクソンはイタリアのロックミュージシャン、特にボローニャのアレックス・カルパニバンドやナポリのオザンナとよく一緒に活動している。ジャクソンは心理学を知るために セントアンドルーズ大学に通い、ローハンプトンのサリー大学に通い教育を学んだ。彼はイギリスで小学校の数学教師として働いていた。彼はまた、肉体的及び精神的に障害のある人々と協力して、サウンドビームとして知られるテクノロジーを駆使して音楽を作ることを可能にした。彼は、サウンドビームのトレーナーにして、システムデザイナー、ビルダーでもある。 自閉症児との彼の作品に関するドキュメンタリーが1998年に BBC ラジオ4にて放送された。トーンウォールは彼のアイデアの名前である。サウンドビームの他に、これにはエコーミラーズとジェリービーム愛も含まれている。ジャクソンはオーケストラやジャズのミュージシャン、カリビアミュージックなど様々なスタイルのミュージシャンを引き込んであらゆるレベルの能力を持つ、 人々のグループ、ステージ上で音楽を制作するために深刻な身体障害を持つ人さえ一緒に演奏を行っている。2012年と2013年にはイタリアのアレックス・カルパニバンドにいてヨーロッパとアメリカの各大陸をツアーした。デビッド・ジャクソンはリンカンシャーのスタンフォードで生まれた。彼の娘は歌手のドリー・ジャクソンでクリス・ディフォード、フランシス・ダナ・ナリー、 ウィリアム・トップリーと一緒に働いている。彼の息子はレコーディングエンジニアのジェイク・ジャクソンである。ありがとうございます。